それでここで少しこのダンテを読みに際して考えておきたいことは、インフェルノ地獄だとか、それからプルガトリオ煉獄とか、それからパラディーズ天国とかと言われるものが本当にあるのかないのかということを真面目に考えてみなければならないということであります。それで自分に問いかけてですね、地獄あると思うかと、煉獄あると思うかと、天国あると思うかって、人に問いかけられて人に人前で答えるっていうことになると、キリスト教の信者はですね、地獄や天、煉獄はともかく天国あると思うかって言って、まあないでしょうなんて言ったら、これはどういうことだっていうふうになるんですね。天国はどんなものであれ、それは神のと一致するということを、信仰の一つの目標として持っているとすれば、まさか空の上の方に天国があるというふうに子供のように考えることはないにしてもですね、天国の不在を信ずるということになると、この世しかないということになりますから、キリスト教の信仰としてはおかしいんだというようなことになります。ですから人前で答える必要ないので、本当に正直にですね、インフェルノあるのか、プルガトリオあるのか、パラディゾあるのかと、こう言ってみればどうだろうかということになると、大抵ですね、まあ人には言えんけれども、そんなものはないだろうというのが現代人の多くの考えだと思うんですね。で、それはまたどこから来るかというと、この三つの世界を、この世界を元にして、そしてどこか地理的にあるいは空間的に位置づけようとするから、そういう考え方になるんですけども、先ほども申し上げましたように、ダンテの書物で読む限り、インフェルノ地獄は地下につながっている、地下の世界なんですが、しかし地獄の門はこの世にあったっていうことを忘れてはなりませんですね。ちょうど、まあ私どもが仮に大地主になったつもりになってですね、私どもはこれは土地だと、こういう誰かが門をその辞書の中に立ててですね、こっから先は自分の家だとこう言ってるとしますね。そうすると、それはおかしいじゃないかとこういうことになると思いますよ。ですから、その人の家は私の土地と同じ平面にあるのだと、私の土地と共有しているのだと、少なくとも言わなきゃならない。だから、地獄はですね、ちょうど考えてみると、現世の中に門があって、それはもうこの辺にあるにしてもですね、門が立ってるのは現世で、それでこの門を通る者は一切望みを捨てると、この門を通ったら地獄に入るっていうんですけど、門はここにあるんですね。で、どんなに譲っても門はこの辺にあってですね、門までの入り口は、門までの道はこの世にあるんだとしたら、この世から地獄にはすぐ行けることになってるはずなんですね。それから空は、星を見ると現世はここにあって、それで星を見ると近世はよく見える。で、煉獄からもその星は見えるっていうんだったら、煉獄はどっか知らないけども、とにかく地獄からすぐ、この世からすぐ地獄になっているんでしたね、地獄門があって。そうすると煉獄がこの下にあるはずはないので、煉獄はどっかにあるんだろうということで、人は煉獄探しに行ったりもするんですが、考えてみると煉獄はやはりこの世のどっかにあるんじゃないとですね、星が見えるというのはおかしいじゃないかと、こういうことになります。ですから、今いろいろその空間的に全く別なところにあるんだろうという、子供のような考えを捨てて、インフェルノ、プルガトリオ、パラディーゾというのを少し考えてみると、そしてその
実在性が分かってからもう一度煉獄の書物を読んでみると、何かもっとこの書物の現実性が出てくるんではないかと思うんです。それでインフェルノについて申し上げますと、このことは少しだけすでに地獄編を読む前に、あるいは読みつつ、特に、ペルメッシバネラチッタドレンテ、これを私を過ぎていったらもう失われた、なんて言いますかね、苦しみの町に行くんだと。それからペルメッシバネラエテルノドローレ、これを超えて、私を超えていくと、門が言うんですから、私を超えていくと、その悩みの、永遠の悩みに行くんだと。そしてペルメッシバトラーラペルトゥタジェンテ、失われた民のところに行くのだというふうに言っていた。あのことをご説明するときに、この詩は結局地獄への可能性がこの世にあるんだということではないのか。だからもしも絶望に陥ったら、この世の中にいながら地獄にいると言ってもいいんじゃないかということをお話したことがございました。で、そのことを思い出しながら、地獄っていう言葉が今でも使われているのかいないのかということになりますと、今でも生き地獄だっていうの言葉は使われている。それよりも何よりも最もモダンな芸術の映画の中でインフェルノという大の映画が、それは何だったかっていうと、高層建築が火災によって、燃えている状態から始まっているんですね。で、高層建築にいて、まあ8階とか9階ぐらいならまだあのレスキュー隊のこういうはしごぐらい届くかもしれませんけども、40何階か50何階かにいて、そして上だったら屋上に近ければヘリコプターが降りてくるというような可能性もありますから救われるかもしれないけども、ちょうど真ん中ぐらいにいてレスキュー隊のはしごは届かない。ガラスを開けようと思っても最近の高層建築ですから閉まってて開かない。そして火がどんどん燃えてくる。そういう状態に我々がいたらどうなるかということですね。これはその時でも、いや誰か来るだろうなんていう望みを持てる人はほとんどないと思うんですね。合理的であればあるほど、ラジョナルであればあるほど、これは絶望の状態だと思わざるを得ないと思うんですね。そしてその絶望の状態で遺言を書き残そうにも、何もそういうものもなくて、熱くて熱くてしょうがない。そして死ぬだけだという時に、もし我々がいたらどうなると、私はそれは絶望します。私はもうこれは絶望だなと思うと思うんですね。それでもまだですね、こうあそこは見えるというような状態にいるときには、息ができないほどの暑さに苦しみながらも、自分が光の中で死んでいくということについては、ある種の救いのようなものがあるように思いますが、今度もしですね、私どもが落盤の状態を考えて、もし我々が炭鉱を見に行って、でずっと何十メートルの下まで下って降りて、そして落盤があったと。落盤の状態のことは最近炭鉱がだんだんなくなりましたから、あんまり新聞にも出なくなりましたけども、昔あの記事を読みますとですね、行き詰まって苦しくてどうにもならなくなった経験をお持ちの方もたくさんいらっしゃると思うんです。ですからだん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 空間が狭まってきて、そしてその空間は全部この硬い石かなんかで覆われていて、自分はそこでやっと息をしている、そして見ることもできない真っ暗だというような状態に陥ったら、我々はどうなるかといったら、やはり絶望の状態になるだろう。助けてくれって言っても聞こえないんだといったら、
下髪切って死ぬほかないと思うぐらいの絶望の状態に、だんだんそういうことを考えてみてですね、できるだけこれはダンテの言う通りに、できるだけいろいろな言葉を使ってその意味を、つまり地獄の意味を出すようにしていってみる。ですから符号ドゥサンクトヴィクトールの言葉を使えば、できるだけアフェクトゥス・イマジナリウスを使って地獄を自分に納得させようとすると、人によっては簡単に地獄は出てくると思うんですね。私はもう高所恐怖症ですけど、高所の場合はまだいいんです、外が見えますからね。でもまた同時に高所恐怖症であると同時に閉所恐怖症で、しかも極めて臆病者だとこうなっていますので、エレベーターに乗るときは実は怖いんですね。皆さんはこういう階段だけのあるところ、エレベーターがなくて不便だと思いでしょうが、私はエレベーターがなくて心配しないで歩けるとこう思って登ってくるんです。エレベーター、あれ一人のことを考えましてね、そして止まった。そして古いエレベーターは電話なんかついていないんですよ。外への連絡のものはついていない、そういうエレベーターもあります。でそういうもので2時間3時間止まって、呼べど叫べど人が聞かないっていうような状態のことを考えると、だん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 嫌になってきましたね。それでもまだそれは管理人が来たり、明日になれば人が来るだろうという望みはあると思うんですね。けれどもまあ、マンホールの下に踏み外して落っこしてしまって、そして、水に流されてとか変なところへ行った、そして叫べとどうにもならない、あるいは間違ってですね、よくそういう話がありますね。子供が遊んでると、そうするとこの頃いろんな冷蔵庫なんか捨ててありますのでね、の冷蔵庫に入って遊んでるっていううちに、その外から鍵こうやるとパタンと閉めるとですね、外から開けられるんですけど中から開けられない。でそういう中で亡くなったかわいそうなお子さんもいるんですが、それと同じような状態のことを自分で考えてみると、だん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 考えてくると息苦しくなってですね、いられなくなるような状態、つまり展望が全然なくて、真っ暗っていうのは展望がないんですが、手で触るともうすぐですね、硬い石かなんかで上も下もそうだって、これは展望が全然ない、呼吸が困難になる、そういう状態を考えると、これは地獄っていうのはあるんじゃないかと思いますよ。絶望の場所っていうのはあるんじゃないかと。そしてそれは機械ができてこんな時代なんですけども、たくさんそういう時代ものがある。だからそういうことを考えると、そういう地獄を、何かする外との連絡ができるっていうんだったら、携帯電話持ってれば外の連絡ができるということはありますでしょうね。ですからいろいろその地獄的なものを克服しようっていう機会はできるにしても、インフェルノはこの世にあり得るとこう考えてみなければならないと思います。パラディゾはどうだって言うんですけど、パラディゾは自分のようなものがとても天国には行けないとこう思って、しかし何とかして神と一つになりたいと思っているという時、パラディゾっていうのはですね、少なくとも展望が開けていなければならないでしょうね。つまりさっきのようなこの展望のないところとは違うんだ、展望が開けていることだ。で展望が開けていても、ただ景色が見えるっていうだけではパラディゾにはならないだろうと思うんですね。パラディゾっていうのは何か本当に神と一つになるような状態のことを考えてみると、何かいいことをした時の心の展望のようなものだということになるんじゃないかと思うんですね。でパラディゾに近いことというのは、何か本当にいいことをした時だということになるかと思うんですね。でどんなことがあるんだろうということですが、私にも一つだけですね、それに似たような思いがあったんですね。でそれをちょっとお話しますが、決して自慢話でも何でもない、実にくだらんことなんですが、
戦争中ですね、戦争がありまして敗戦に終わりますが、敗戦直前の頃、敗戦の1年ぐらい前の頃、私は旧制の高等学校でまだぐずぐずしておりました。もう年から言えば大学に 2,3 年になってなきゃならない年だったんですけど、旧制高校におりました。でその時に全寮制度でしたから、寮の中にいろいろな問題があるので、つまりどういう問題があるかというと、便所に落書きをしてですね、日本の戦争は間違っているとかいろいろ書くんですね。そうすると最近の高等学校の生徒はどんな生活をしているかなんて言って、文部省だとか陸軍省とかのこう検査に来ますとですね、こんな反戦思想があるじゃないかとかって言って怒られるもんですから、先生が自治寮なんですけど、終わりの頃は先生が住み込むことになりましたですね。でも先生は別にそういう思想監督をするんじゃないんですが、あんまり世間にバレたらまずいようなことはあんまり大声で言うなっていうようなことを言う係の先生、竹山道夫先生とか木村武康先生とかっていう先生方でしたから、私ども本当に一緒にニーチェを読んだりですね、それこそゲーテを読んだりして非常に楽しかったんです。その先生方が私ども生徒と一緒に泊まって、12月25日が近づいてきて、24日の晩なんですね。私はね、お世話になってる先生に何か喜んでいただきたいと思って、それでその頃タバコが配給になってました、ね、父親がタバコ配給になってました。そのタバコを父は吸わなかったので、そのタバコをもらいまして、それで一箱ずつもらって、それで誰からって名前も書かずに、ただその先生たちのメールボックスに入れておいたんですね。ただそれだけのこと、誰でもすることなんです。ただ私名前は書かなかった。そしてですね、なんかの時にその寮に泊まってる生徒たちが代わり番号に委員になりますので、私もその一度委員になって代表になってました。代表3人を集めて、お二人の先生がこの冬休みに入る前に、その家に帰る人と寮に残る人とそれぞれきちんと分けて、それでそれぞれの生活目標をはっきりしなきゃいけない、それから家に帰るにしてもそれは正月休みだけで、今は勤労奉仕があるから休みになったからって言って帰るわけじゃないっていう、お説教を24日にすることになっていたんですね。私はそんなこととは関係なしに、お二人の先生にタバコを差し上げておいた。そしたらですね、お二人の先生がそういう注意をした後、 2,3 人の代表だけが残った時に、君一高っていうとこはいいとこだね、こんな戦争で物のない時にもね、我々にこういうことをしてくれる人がいるんだよとかって言って、嬉しそうにですね、本当になんて言うんでしょうかね、竹山先生なんかはですね、目に涙を浮かべてね、そして喜んでらっしゃるんですね。誰か知らないけどこういうことをしてくれる人がいるんだ。まあ僕は分かったらお礼を言いたいので、君たち誰かその人がいないだろうか、私悪いことばっかりするもんですから、そんなことをするなんて到底先生は思いにならない、今道君顔が広いから分かるんじゃないかなんておっしゃる、どうですかね、そういう人がいるんですかねなんて言わざるを得ない。そしてみんなそう言って、誰だろうとかってそのまんまになって、でも先生はですね、生涯そのことを喜んでくださって、木村先生もお亡くなりになりましたけども、いつだったか大学でお会いした時にですね、なんかこの、一緒に他の先生方と一緒になんか、食べにいらした時にその話をなさったって言うんですね。それでそこにいた他の一人の先生がそんなことを話しておられた。それでですね、それを私伺った時に、何のことはないんですけども、本当に神様の行為っていうのは匿名の行為ですね。例えば私が
いい先生と巡り合って幸せをしたっていうことあるんですね。井出先生っていう素晴らしい先生でした。あるいは呉先生っていう素晴らしい先生、そういう先生に会って、そしていろいろいいことをいただいたんですが、それは考えてみると神がそういうふうに巡り合わせてくださったのかもしれないです。でも神はわしがしたぞなんておっしゃらない、匿名の行為なんて。だから匿名の行為っていうのはある意味で無償の行為で、無償の行為っていうのをほんの小さなタバコ一箱でもですね、するっていうことで、私はどんなに幸せだったかわからないんです。その時に先生方がそう言って喜んでくださるのを見て、どんなに幸せだったかわからない。それで私は今まで、今75ですから随分生きたんですけども、そんないいことまだしたことないんですね。たったそれしかいいことしてないんですけど、その時に本当にあの人を喜ばすことができたっていうことがあって、それでですね、私はその瞬間だけパラディーゾに行ったんじゃないんですけど、パラディーゾの方向っていうのはこういうことなんじゃないかっていうことだけは分かったんですね。ですからパラディーゾっていう、天国っていう遠いものもですね、その方向だけはこういうことではないかっていうことを私は分かったとすると、現世においてパラディーゾへの方向はあるんですね。それから地獄への方向というのは私も皆様に申しませんけど、いくらでもあるんですね。地獄行ったんじゃないかと思うぐらいのこともしたことがある、いろんなことある。ですからそれはもう言いませんけれども、パラディゾス、それでその